リスカム米はアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の2番艦。艦名はアラスカ南東海岸沖にあるダール島のリスカム湾に、ちなんで命名された。1942年12月9日に、合衆国海事委員会の契約下ワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で寄港し、当初はアミールの艦名でイギリス海軍に対応される予定であったが、 建造途中にアメリカ海軍によって取得されることとなった。1943年4月19日にベンモレル夫人によって浸水し、1943年6月28日にリスカムベイと米名、1943年7月15日にクブマイナス56へと艦首変更された。1943年8月7日に、 ID ウィルト G 艦長の指揮下収益した。西海岸沿いの訓練活動の後、リスカムベは1943年10月21日にカリフォルニア州サンディエゴを出港し、1週間後に真珠湾に到着した。追加の演習、運用訓練を完了すると最初の戦闘任務に就く。第24空母部隊の一部として11月10日に真珠湾を出港し、 リッチモンド系ターナー少々指揮下の第52任務部隊と合流、ギルバート諸島に向かう。アメリカ軍の太平洋中部における最初の大規模反撃は11月20日の5時に開始した。76時間後、タラワとマキンが陥落した。リスカムベイの関西機部隊は2278回の出撃を数え、敵飛行場に対する空爆により、 上陸部隊を支援した。敵の反撃がなくなると、アメリカ軍部隊は後退を始めた。その頃、日本海軍の E175 は、ウェイク島近海で紹介を行っていたが、獲物が全くなかったため紹介を打ち切って、トラック諸島へ帰島する途中だった。しかし、11月19日に、マキン、タラワに米軍が来襲したため、マキン島へ向かうよう命令が出された。 11月23日、275は、マキンとタラワが陥落したその日に、マキン沖に到着した。ヘンリー・エム・ムリニクス少将を率いる、第52.3任務軍は3隻の護衛空母、リスカムベイ、コーラルシー・コレヒドールを中心に形成され、ロバート・エム・グリフィン少々座城の戦艦ニューメキシコは、ブタリタリの南西20マイルの水域を15ノットで、航行していた。 11月24日4時30分、リスカムベイの気象ラッパーが鳴った。5時5分に通常の総員配置が行われ、飛行要員は夜明けの発艦に向けて航空機の準備を行った。この時、ニューメキシコのレーダーがイ1 7 5と応募式目標を探知した。逆端を装備していたイ1 7 5はレーダー波を探知して、直ちに先行して艦隊に接近していった。 浄水域にこれ以上の潜水艦の警告はなかった。E175 は、田端正艦長が、艦内放送で、輸送船団と空母軍を襲撃する旨放送し、魚雷を4本発射した。5時10分、偵察要員が、魚雷が来た。と叫んだ。魚雷は、機関室後部の船尾部分に命中し、航空機用爆弾庫を破壊、大爆発が起こった。 駆逐艦ホ官方 L の通信士官だったジョン CW、リクス中尉は、それは全く船のようには見えなかったと記した。弾薬集積庫のようだった。リスカムベイは爆発とともにまさにオレンジ色の火の玉となった。爆発によって、リスカムベイの後部は、あらゆる破片と化して消え去り、いくつかは1300メートル離れていたニューメキシコに降りかかってきた。他の魚雷は、 コーラルシーとコレヒドールの資金を通過していった。百、e、1 7 5は爆雷攻撃を受けて少なからぬ損傷を被ったもののこれを切り抜け、12月1日にトラックに帰討した。5時33分、前半部の身が残っていたリスカムベは右限に傾き、53名の士官と591名の兵員と共に沈没した。その中には、ムリニクス少将、ビルトジー艦長、 三コ国区のドリス・ミラーが含まれた。916名の乗組員のうち27、272名が、駆逐艦、モリス・ヒューズ・ハルによって救助された。リスカム米の戦死者数は、マキントー攻撃でのアメリカ軍の死傷者数よりも多く、両者を合計すると、日本軍守備隊の総人数を上回った。ムリニクス少将の名前は、間もなく、タラワに完成した、航空基地に関された。 後の方学者、ロバート・キートンは、この戦闘で生き残った。リスカムベが爆弾庫への被弾であっけなく沈没したことにより、カサブランカ級護衛空母の爆弾庫の防御対策が強化された。その内容は、爆弾庫の周囲に燃料タンクを設置して、重意を満たして、ショックを和らげようとするものであった。第5艦隊司令長官、レイモンド・スプルーアンス中将は、 リスカムベイの喪失の原因は、陸軍がマキンとタラワを早急に占領しなかったからだとし、素早く占領していればリスカムベイをもっと早く、戦場から引き上げさせることができて撃沈させられることはなかっただろうと非難した。リスカムベイは、第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。